で、まあ、元々大陸から日本人渡ってきたって言われてますから、それがイスラエルの失われた12部族というところから出るんじゃないか、うんうん、DNA がユダヤ人と日本人にしかない遺伝子が見つかっている。どうもこんにちは、ダニエレです。はい、はい、ということで今日はエルサレムから送っています。イスラエル親善大使の高崎さんと、はい、エルサレムの嘆きの壁とかそういうところの近くですよね。そうです、中心地です、はあ、イスラエルの夜めちゃめちゃ明るいっすね。そうですね、めちゃめちゃ不思議な街ですね。そうなんですよね、うん、イスラエル初めてなんですけど、はい、空港降りた瞬間なんかこの街なんかあるぞみたいな、なんかあるぞみたいな不思議なワクワク感じゃないですけど、なんか人も街も不思議な自然体であり不思議なポテンシャルがあり、なんかそんな感じがしますね。テンション高いですもんね、ずっと、うん、でいろんなとこ海外行かれてますけど、そうそうそう、違います。いや違いますね、エルサレム違いますね違います、違う、めちゃめちゃ面白いですいいですね、はい、こうやって一緒にエルサレムで撮れて嬉しいですね、うん、街歩いてても今日何人にも手振ってもらったりとかなんかフレンドリーにしてもらったりとか面白かったんですけど、日本とイスラエルの関係とかルーツとか、はいはい、せっかくなんでちょっとお伺いできればなと思うんですけども、なるほど、まあ、よくある話としてユダヤ人が最終的にたどり着いたのが日本で、ユダヤ人の DNA が入ってるみたいなこととかをよく聞くじゃないですか。聞きますね。そこら辺はぶっちゃけたところどうなんですかね。これはもう普通にそうだと思います僕もなんか違和感ないですね、なんか見ててすごい親近感湧くんですよね、うん、すごい親近感が湧いて、うん、DNA 的なところは、まあ、いろんなその考古学とかなんか科学とかいろいろありますけど、うん、単純にそうなんだなっていうのはなんとなく分かる気がしますね。でも元々大陸から日本人渡ってきたって言われるじゃないですか、朝鮮半島から、うん、でまあ、じゃあその朝鮮半島の前はって考えるとどっかから来てるはずじゃないですか、うん、それがイスラエルの失われた12部族っていうところから来てるんじゃないかっていう、うんうんうん、そういう話ですよね。なるほど、日中同窓論って言われてるんですけど、いろんな証拠が見つかってるんですよね、面白いことに。例えば八景より残ったとか、はい、八景より残った相撲の、相撲のとかがヘブライ語だって言われていて、どういう意味なんですか。よし、やっつけろみたいな、うんうんうん、投げろ、投げつけろみたいな、うん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 、とか、そもそも相撲っていう言葉がヘブライ語なんですよ。あ、そうなんですね。もともとイスラエルっていう国の語源にもなって、はい、イスラエルっていう人物が旧約聖書にいるじゃないですか、はいはい、ヤコブがイスラエルになったんですけど、はい、ヤコブが天の使いと相撲を取って勝って神に勝ったっていう、うんうん、イスラエルっていうところから相撲がそもそも旧約聖書に出てきてる。なるほど、確かに。だって相撲って思いつかないですもんね、競技としてなんか。そうですね、実はイスラエルって相撲愛好会っていう団体が2つもあるらしくて、はい、結構人気らしいです。そうですよね、八景より残ったって日本語じゃないですもんね、そもそもなんか。その他にもあのじゃんけんポンとか、はい、もう隠して出せみたいな意味ですよね。とか日本語とヘブライ語で似ている言語って3000語ぐらいあるんですよ。へー、あのよっこいしょとか、うんうんうん、山彦の時ヤッホーって言うじゃないですか、はいはいはい、あれは神様っていう意味なんですよ。へー確かに、やなんちゃらみたいなのって、はい、確かに言われてみれば、うん、そうですよね。ヘブライ語よく見るとカタカナにめっちゃ似てるのがたくさん、うん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 、ルーツが似てるんじゃないですか。神社あるじゃないですか、はい、神社は旧約聖書に出てくる幕屋っていうあのモーセがそれから言われて、あなたたちと一緒に住みたいから、まあ、テントを作ってねって言われて、うん、旧約聖書に作り方がめっちゃ書いてあるんですよ、はいはいはい、あの幕屋の構造と神社の構造ってそっくりで、手を洗うところも同じだし、薪を焼くところがあるんですけど、うん、それがあの神社で煙を焼くところになってて、神主しか入れない、祭司しか、はいはい、特別な人しか入れないエリアが奥にあって、はいはい、周りをこう囲われてて、うん、基本的な構造がもうほぼ一緒なんですよ。極めつけはこの鳥居がまたルーツがありまして、はいはいはい、旧約聖書で出エジプト記に出てくる神が怒って、長男が全員殺すぞって言った時にそれを免れるために子羊をほふって鴨居、はい、玄関のここに血を塗ったらその死が過ぎ越すっていうのがあるじゃないですか。
はいはい、でそのこれが鳥居のルーツになって、なるほど、赤い血のこのこれが、なるほどなるほど、じゃあもう旧約聖書の血を塗って災いを逃れたみたいなところが、まあ、ある意味神社のあの鳥居のルーツみたいな、そうそうそう、で鳥居っていうのがイエス・キリストが使ってたアラム語で門っていう意味なんですよ、うん、もうまさにモロ言ってるみたいな感じで無関係とは思えない、なるほどなるほど、インリとかもなんかルーツありますよね、稲荷神社とかあるじゃないですか、あ、はいはいはい、そのインリみたいなところがメシアみたいな意味があるみたいな、うん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 、日本にいくつかありますよね、森屋さんとか、うん、普通にあの森屋の山って旧約から来てるやつもありますし、うん、諏訪の方になんかイサクがアブラハムにこう捧げられるとこあるじゃないですか、旧約でそれのもろ同じ儀式をやってる神社があるんですよ、うん、であの神主がなんか生贄役のはい、はい、やつがこう横たわらして、神主がほふろうとしたら止めに入るっていう儀式が、はいはいはい、日本でやられてるんですよ、なるほどなるほど、もう大陸そこから来たでしょみたいなしか思えないのがへありますしね、なるほどな、極めつけはもう DNA がユダヤ人と日本人にしかない遺伝子が見つかっているっていうことです、うん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 、ちなみにその聖書の中でユダヤ人は最終的にどうなるっていうのが書かれてるんですか、これ結構複雑な話なんですけど、まあ、ユダヤ教の人って結構聖書の半分みたいなところがあって、旧約聖書って人間めっちゃ殺しまくる怖い部分の神、裁き主の側面が強いじゃないですか、うん、で新約って結構まあイエス・キリストをはじめ母親的な愛っていうか許しだったりっていうのが強いじゃないですか、で両方この神の性質として相反する性質、厳しい部分と愛の部分がこの二面性を共存しているのがまあ神全体の神っていう性質だと思うんですけど、ユダヤの人たちってこの旧約の神だけが神と思ってるところがあって、うん、イエス・キリストを認めてないので、うん、片手落ちというか、うん、半分なんですよね、うん、どうしても、うん、でその半分の中で選ばれた民だと、うん、国民だと思っているから、どうしても人間のこの悪い性質で先民思想になって、うん、自分たちだけが選ばれてて、うん、ユダヤ人以外の異邦人は下に見てるみたいな、正直あるんですよね、これが最終的にどうなるかというと、このイエス・キリストをメシアとして認めて、このもう半分理解することによってユダヤ人がこう完全に神を知るっていうことになると世界が完成するっていう、おなるほどなるほどなるほど、じゃあある意味その聖書の中でユダヤ人は最後の完成ピースみたいな、そうなんですよ、おそのユダヤ人の末裔的な日本人も最後のピースに含まれてるっていうかもしれないってことですか、かもしれないって僕は強く思って、なるほど、世界中の預言者が日本で最後大リバイバルっていって回復が起こるっていうふうに預言していて、実は聖書でも日の昇る国から神の軍隊が起こされて、しかも若者が起こされて、そのムーブメントがバックトゥザエルサレムとエルサレムに帰っていくっていうことが書かれていて、で日の昇る国ってどこだっていう論争、エルサレムから見て日が昇るのは東なんで、ちょっと前は韓国って言われてたんですよ、はいはいはい、1900年ぐらいにリバイバルが起きて、うん、3分の1ぐらいクリスチャンなので、はいはいはい、韓国だろうと言われたんですけど、まあ、今だいぶ腐敗してちょっと腐っちゃってるんで違うなってなって、うん、あじゃあ日本だろうみたいな、なるほど、じゃあもしかしたらこの経済的にも、うん、コロナでも、うん、もろもろやばくなった日本が最終的な聖書のマスターピースとしてわちゃわちゃってなるかもしれないと僕は思ってます、でそう考えると意味が通ることがあって、日本ってめっちゃ集中攻撃されてるじゃないですか、うん、もちろん戦争に負けたからとかいろいろありますけど、うん、なんか日本人の遺伝子が強いからみんなビビって潰しに来るとかいろんなありますけど、うんうん、聖書的に最も最後の今の時代、終わりの時代にキーなのが日本だから敵側が潰しにかかってる、うんうんうん、日本人をいなくさせようとしてるじゃないですか、うんうんうん、その終わりのやつが、うんうんうん、っていう風に潰そうとしてるっていうのにも納得がいくというか、こんなに必要に日本人集中攻撃する理由、はいはい、それなんじゃないか、うんうんうん、なるほど、まあ、確かにでも分かる気がしますね、うん、この空間好きっすわ僕も好きっす、うん、空気がちょっと違いますもんね、うん、軽い軽いですよ、そうだ、体調もめちゃくちゃいいんですよ、これはもうみんな言ってて僕も体感してるんですけど、日本のこの重さがないんですよ、そうですね、軽い軽いんすよね、軽いっす、軽いっす、なんかわかんないけど軽いんです、軽いんすよね、すごいな、もうこれはやっぱ不思議な街っすね、このエルサレムも、ということでありがとうございました。